本日は2019ワールドセミファイナルデイ2の模様をお送りしております。 SK テレコム T1 が返して1勝1敗でのゲーム3になります。さあそして、フェイカーは今年2019年の、国内リージョンも込みで、ルブランクを8度、使用しており、無敗ということで無敗記録が続いておりますが、このゲーム3、レッドサイド側の方がソロレーンのところでカウンターを当ててというところでうまく勝てているような印象がある中で、SKT はサイドの選択権を持っていてブルーサイドを選択した。どうなるかですよね。ルブランがやはり機能していた部分かなりあったんですけど、一方でパークスのエズリアルに返されてしまうようなシーンもありました、決め手となったのはやはりクリットのスティールとか、あとはテリのヤスオというところが大きかった中 で、それらのチャンピオン、特にヤスオに関して言うと両チームとも使えるプレイヤー揃ってますから、取り合いになるのかなというのがちょっとゲーム3気になるポイントですよね。あとここまでの流れ MSI と同じですよね。あ、逆でした。 SKT が1戦目取って G2 が取ってというのが MSI です。でも1勝1敗になったのは同じ流れ、同じです。交互に取っていって5戦目どうなるかという流れがやっぱ見たいですけどね。あの目がね、幼い男の子になってますよ。レモンいや誰もがやはりこの試合はゲームパイまで見たいと、まあまあそうですね、思ってると思いますよ。目がキラキラしますからね今ね。何を見せてくれるかわからないですからね。まあ、結局5戦目はパイク使うんじゃないですか。でもトップパイク、はい、もう5戦目まで行く流れで我々喋ってますけど、はい、いやただちょっと気になるのがですね、はい、G2 がレイトゲーム寄りなんですよ、動きが。一方で SKT がアーリーゲームミッドゲームスノーボールしていく選択を取っているんですよね。ここの戦略がどこかで変わるのかどうか。なるほどなるほど。その、レートゲームになるかアーリーゲームになるかは、ドラフトで決まるわけですから、その流れがじゃあ同じだったかどうかというのは、レボルさんに都度聞いていけば問題ないでしょう。そのドラフトです。さあ SKT はブルーサイド選択でブルーサイド、そして G2 e スポーツはレッドサイドとなります。ゲーム3のドラフトです。シンドラをブルーサイドだと警戒ができるバンがファーストピックフェイズにできるということで、 SK テレコム T1 はバンしていきます。もうパンテオンは一生開かないでしょう。レッドサイドはバン枠が2つと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、それでいいと思います。なので、ファーストの2ピックのところをどうコントロールするかというのがレッドサイドだとまだ重要になってきますね。ゲーム1のようにザヤラカンを揃えるのか、それとも別のチャンピオンを揃えていくのかは結構 G2 側が考えることですよね。そうですね、あとは SKT としても先ほどここ1試合目だとクイーンをバーンしてましたけど、ザヤラカンのところへのターゲットっていうのはやりたい部分ですよね。レネクトンをどう考えるかとクイーンっていうこと。ああ、ヤスをバーンしました。ちょっと嫌な表情を見せましたね。 G2 サイドバーンされたよみたいな感じの表情にも見えましたが、ただ G2 としては変わらずエリスバーンだと思いますけどね。ヤンコスもエリス得意なんですが、で SKT としてはライズを取り上げにするのかどうするかですね、さあラストバーンかなり時間を使って、おお、ラカンをバーンしました。エリスオープン、ライズオープン、レネクトンオープン、そしてファーストピックレネクトンを選んでたんですが、今回はライズに変更です。 SKTSKT はレネクトン取られたとしても間のクイーンがありますからね。なるほど、全く問題ないと。ちょっと駆け引きですよね、クイーン取らないんじゃないかと。そういったところがありますね。ザヤラカン、ラカンを自分たちでバンしたんですがザヤを取ります。カイサノーチラスの評価が低いんですかね。事実の中だとそのようです。ただカイサノーチラスはさせないような、ザヤとノーチラスをセットで取りました。昨日行われたファンプラスフェニックスであればミッドノーチラスがっていう話も、できるかもしれませんけど、今回キャプスですからね、ちょっとさすがに難しいですね。カイサとあとレオナもしくはアリスタ、パイクでもいいですね。何にせよ相性のいいサポートをもうここで抑えておきたいと。もしくはグラガスをここで抑えるかですね。なるほど、カイサと相性のいいジャングラー、はい、グラガスの方が良さそうな感じもありますけど、リーシンも一応アルティメットでカイサーと合わせられるじゃないですか。ただやはりグラガスのアルティメットの方が簡単に行えますからね。
ただ全く違う回答、なんとレクサイです。これにはちょっとレボルさん驚きの表情をされてましたけど、リーシンか裏ガスかなと思ってましたからね。レクサイとなるとやはりアーリーゲームのスノーボール、そして視界のコントロール、 SKT やはり戦術は変えないようですね。そのようですね。ただレートゲームチャンピオンが2体いますけど、ライズとカイザー、ただそのビルドの、特にカイザーのビルドの組み立て方次第だと思います。レートゲーム狙うんであれば涙ビルドになると思うんですが、1試合目はストームレーザービルド、ああ確かにしてましたからね。そしてエリスが空いたまま G2 スポーツがピックしました。来ましたね、ヤンコスのエリス、楽しみですね。だこうなると G2 としても序盤からプレッシャーをかけていく選択。おお、フィオラオバン、ちょっとドラフトが変化したことによって盤がかなり変わってきています。レネクトンに対してはクイーンがありますからね。 SKT としてはレネクトンバーンせずに、取らせる、取らないになれば使う。ケイルをバーン、さあ残っているバーン枠はお互い一つずつ。ここでクイーンをバーンしたらレネクトンピックというところがあからさまになってしまいますが、でも相手にバーンさせたくないですか。そうですね、としてはできればそうしたいですね。あとはまあここで A4 との、あ、ジャックス、フィオラとジャックスとなるとクレッドかカミールを使いたがっているというふうに見えますよね、はい、ラストピックです。でも匂わせながらレネクトン取ったらみたいなのも考えていると。そうなりますね。じゃあこれ素直に SKT としてはクイーンバンでいいんじゃないでしょうかと思います。あ、クレッドバン、ターゲットしていきました。そしてカミール、まあ言った通りになりましたね。ただちょっと早い気もしますけど、これカミールエリスのラインというのはトップレンドも作れますしミッドレンドも作れますね。ああなるほど、ミッドカミールを想定してフレックスで取ったと。そうなりますね。さあただ見えたことによってレネクトンはピックしやすい。やはり相当その間のクイーン警戒してますね。そしてそれが分かったんでしょうかね。カンちょっと嬉しそうでしたよね。あ、俺3ゲーム連続レネクトンだよって言ってるかもしれませんけど、ただこれはもしかしたら、まあ、カミールがミッドって見えたらライズがちょっと苦しくなるので、はい、レネクトンをミッドに置いてトップライズというところも可能性もあると思うんですね。ただレオナを取ってラストピック、なんと見せているのはベイガー、ライズのカウンターですね。そしてワールズ今大会で暴れまくっているチャンピオンです。おっと、ただ変えます。オリアナ、キャプスのオリアナです。そしてミッドレーンがライズになるようです。あ、ちょっとライズ使えなかったということであのカンは嫌な表情になってましたが、真剣な表情だったと思いますよ。あ、なるほど。さあただ構成が出揃いました。オリアナはちょっと意外ですね。でも確かにあの言った通り G2 スポーツオリアナを使うということは冷凍志向ですよね。はい、そうなりますね。一方で SKT としては、あ、まあ、カイサーライズとレイトゲームキャリーはいますが、レネクトン、レクサイ、レオナとアリゲーム少数戦でスノーボールできるチャンピオンが揃っていますから、そこを生かして、もちろん G2 もトップジャングルサポートというところでは序中盤強いジャングル、あ、チャンピオン抑えてますから、パワースパイクとしてはどちらも同じような展開ではあるんですけど、戦略的な部分として実5対5の集団戦というのを、先ほどの試合も1試合もそうなんですけど、序盤避けるんですよね、オブジェクトのトレードに持ち込んでいっていますから、そこを、まあ、実この試合でも行う、 SKT ではそこをどう考えるのかですよね。確かにあの今大会 G2 スポーツはあまりドラゴンのコントロールというのを本当にしないんですよね。ドラゴンコントロールを渡す代わりに、まあ、他のサイドでオブジェクトを取ると。なんて書いてありましたか。チャットで F を押せ、フラッシュを使用しろってことですか。はい、多分さすがに開幕早々 F は押さないでしょう。その2019ワールドセミファイナルデイ2 SK テレコム T1 VS G2 スポーツのゲーム3スタートです。まあ昔はありましたけどね、暴発、はい、オルトと F を押したらダンスが見れるよみたいなことをチャットで言って
ありましたね、はい、あとはコントロール F とかもありましたね。さあというわけで解放の魔導士を選択です。キャップス、そしてフラッシュとクレンズ、ライズ、そしてレオナ、レネクトもそうですね。そういったところの単体指定の CC のセットアップというところを警戒しますね。ミキ X が面白い場所にいます。これエリスのポジションを把握されることを警戒した動きですね。ちょっとじゃあアーリーゲーム何かしらアクションを起こしていきたいと、エリスのレベル3のガンクというのを生かしたいようですね、うん、まあでもダイブが得意なチャンピオンのだけにこうミニオンコントロールをしっかりとしないとなかなか難しいんですよね、エリスは。そのミニオンコントロールがちょっとできるレーンがあまり想像ができないんですよ。ボットレーンが唯一でしたけどミキ X の到達が遅れてしまいますから、はい、これでギリギリ間に合いましたかね。ただ1ミニオンは失ってそうなあの到達であれば感じもしますが、さあ互いにトップサイドからジャングルはスタートです。お互いジャングルの位置というのは映っていません。ワンダーは悪役、それに対してカーンは征服者です。まあワンダーとしてはショートトレードを繰り返していきたいと。レベル1のエフォートのレオナは本当に強いですね。 E の精度素晴らしいですね、タイムアップトニックでなんとか回復したのでキルラインには乗りませんでした。ワンダーただもうこれでちょっとポーションの部分も含めて、まあ、そもそもカミールはレネクト相手が苦手ですが、カーンとしても非常にうまく対応しますね。トップレーンはもうこれカーンがアドバンテージを完全に握ったと言えると思いますね。さあそしてヤンクスはこれを勝ってレベル3になるでしょう。そしてクリットもレッドバフを勝ってのレベル3です。速度では若干ヤンコスの方が速い。おーボットレーンに向かっています。映らないようにレンブッシュへ。さあリバーに行くような動きも少し見せてはいますが、おっとトップレーンでなんとカーンダイブ、レベル3対レベル2、そしてファーストブラッド獲得、カーンソロキル。ボットレーンでは G2 e スポーツミキ X のフックからヤンコスが合わせてキル獲得はヤンコスです。あと数秒待ってほしかったでしょう G2 e スポーツ。いやちょっとやっぱカーンがCS 差はダブルスコア。どうしますかこのカーンを。放置するしかないと思いますけどね、ここまでの G2 のプランを考えると。ミッドレーンのところでキャップスがロームできるようなチャンピオンの選択でもないですから、ものすごいミニオンウェーブを作り出しました。ワンダーとしてもミニオンのフォーカスを受けないようなギリギリの打ち道のトレードを行ったんですが、パッシブのシールドを使ったのを見てカンはすぐさま入ってきましたね。フラッシュを使用していませんか。ただボットレーンでは有利を握ったのは G2 e スポーツサイド。いやプルウェーブでゾーニングされていますワンダー。これは苦しい例になりそうです。おっとパークスに仕掛けていったエフォート、パークスフラッシュアウト。そしてトップレーンではクリットのガンクが刺さりました。カーンのフラッシュを使用したセットアップ、ずっと待ってましたね。キル獲得はカーンです。これで2キル目。やはりキャップスもミッドのところに主導権取れないですからね。フェイカーとしてはこういった形のショートトレードを繰り返してオリアナをミッドレーンから動かさないようにしていくと。おっとこれでワンダーは相当なミニオンロストしますから、トップランも確実に勝てないですね。2コアあってもちょっと勝てるかどうかというような。いや厳しいと思いますね。カーンとしてはもうセクシャーとさらにはやはり、となると G2 としては他のレーンで勝てるようなレーンを作らなくてはいけませんが、フェイカーマナがないのでここでリコール、リプレイです。ずっと待ってましたからね。いやこれはまあ焦りからかワンダーは操作ミスをしてしまいましたけど、そもそもこのミニオンウェブの状況が
あまりにもワンダにとって悪すぎるので、自身で崩すしかないと。そこを待ってましたね。まあ、ジャングラーが寄ってくれればいったレーンを一旦リセットはできるんですが、G2 としての作戦はミッドボットですからね。ヤンコスがこのタイミングでただトップレーンへ、ワンダーそれに合わせて仕掛けていく。フックショットはただクールダウンか。やったらいいスローが入ってた。奥当てる。ヤンコス素晴らしい。間 1V にチェイスしてタワーした後一発、ワンダーのキルになります。いやミニオンがいたんですが、それでも当てました。ヤンコスいろいろと駆け引きしましたね。モーションを見せながら、Eのモーションを隠しながらガンクのセットアップといったところをヤンコス個人で行いましたね。すごいプレーです。さあそしてそのカウンターとして満点ドレイクに触ったのは SKT、 満点ドレイク獲得です。ネクストはインファーナルドレイク。これで次インファーナルドレイクですから、ファイトといったところ G2 がどうするかですね。セカンドドラゴン毎回捨ててますからね。でも今回はオリアナ集団戦で非常に強力なチャンピオンを取ってますが、キャップスワンダーヤンコスまで寄っているぞ。おっとただ今ソナーが反応したでしょうか。ただそれでも決めた。ショックウェーブからワンダー、これで2キル目になります。もう一人いるのは想定外でしたね。クリットのソナーに移ったのでクリットもカバーしたんですが間に合いませんでした。キャップスのアルティメットの精度の高さが素晴らしかったですね。オリアナアルティメット使って位置を入れ替えてです。さらにここカンがレベル6になる前にガンクしているというところがとても大きいですね。レベル6になっていればここはカンを返せていたはずですよね。しっかりとワンダーにラストヒットを渡せています。ヤンコスクールダウン上がってたでしょうからね。スキルの上がってましたね。またしても差がない中ゲームが進んでいきます。ただカンの個人金額では3000ゴールドを突破。カルも変えてますからゴールドアドバンテージはこのまま広がり続けるでしょうね。ワンダー2キル拾ったから助かってましたが、これもし2キル拾えてなければ2300ゴールドということでカンとの差は800ゴールド近くありました。そして徹底してヤンコストップレーンですね。今はもうトップレーンのところでレーンガンクを狙ってました。キャップスは1人でブルーバンです。なんでしょう、ちょっと作戦変えましたか。実変えましたね。ボットレーン中心と見せかけて最初はボットに対してガンク入りましたからね、そこから一気に切り替えてトップレーン、そしてミッドレーンと全てのレーンに対してプレッシャーをかけようとしますね。エリスのプレッシャーを使ってウィンレーンを1つ作り出していこうという動きですね。ボットレーンにフェイカーが寄りましたが G2 スポーツの下がり方が非常に早いということで SKT 諦めます。ちょっと変わった位置に SKT がワードを置いています。そこに対して全部ヤンコス映ってますね。そうですね、フラッシュからスネを狙いましたが雲の糸を降りてきたところを狙いましたがスキルが届きません。ヤンコスうまく避けました。 SKT のプレッシャー尋常なものではないはずなんですがフラッシュのない中でよく避け続けてますね。そしてそのままただミッドを抑え込んでトップへと。ただレベル6になった神色に対して大暴するというところはアルティメットによるカウンターもありますからちょっと難しいですね。まあ 0.1 秒のサイレンス、あとは無敵時間がありますからね。一応そこをかわすためのレクサイのアルティメットも無敵時間ある、ダメージのスキルではあるんですけどリスクが高いという判断ですね。さあ序盤に作った流れを SKT スノーボールができていません。ただ順調にフェイカーはファームを重ねていっています。そしてなんといってもテリーが一番ファームを稼いでいるというのが素晴らしいですね。 96CS ダメージディーラーが、まあ、レックサイとレネクトン AD ダメージディーラーがいるというところもあるとは思いますけどレイトゲームビルドに今回テリーしてますね。ブラマナからまずはスタートです。トップレンでの 1V1 かなりダメージトレードを行いましたがワンダーもだいぶ負けなくなってきています。お互いビルドは同じフラッシュインから当てた。ミケックスフック当てる。
フェイカーを捉えることに成功。ただカバーが早い SKT 待っていました。テレポートまで使用しているフラッシュインからのノックアップ。ヤンコソンもう一度狙いに行きますが雲の糸、ただこれはさすがに逃れることはできないでしょう。フェイカーのキルになりました。仕掛けたのは G2、 ただカウンター SKT。 いやこの間にテリーはボットのタワーに対してアプローチできますから、ここで正確にカウンターが取れたのは大きいですね。タワープレートをフリーで取ることができそうです。さあシールドブレイクを使ってワンダーの体力を大きく削ったのはカーン。スローを使って離脱はできています。タワープレート3枚ですか、テディに入りました。ここまでのところやはり SKT の方が序盤からプレッシャーをかけてスノーボールといったところを積極的に狙っていってますね。ここ実としてはそのヤンコスの力を借りないと、その SKT のプレッシャーというのが抑えていないという状況が続いています。素晴らしい精度だったんですが、ミキ X がまだレベル6に慣れていなかったのでアルティメット分でディスエンゲージするというところはできませんでしたね。今フェイカーにキルも与えた。おっと、あやはりセカンドドラゴン、なんと、あ、G2e スポーツが取れましたか。 SKT がヘルド優先しましたね。さあこれでインファーナルドレイク獲得、 G2e スポーツ、そしてリフトヘラルドに座っているのが SK テレコム T1。 ただヤンコスは気づいていてトップサイドに寄ろうとしてますが、あもう諦めたようです。エフォートの位置を見て諦めました。そうなるとそのままトップに対してヘルドキャストしていく。それに対してカウンターされないようにフェイカー下がってますね。もうトップレーンのダイブもするよというようなピンが出ています。あインナータワーまでピンを出しています SKT。 リフトヘラルドを炎症。さあそれに対してのカウンターの動き、 G2e スポーツボットサイドのタワープレートを削りに行きます。これはもう SKT がゴールドアドバンテージを確実に広げていく動きですね。いやテディにゴールドが大きく入りました。5600ゴールド、ソーラーフレア、ワンダーの中心には当たっていないようです。九死に一生を得ます。ワンダーこれ誘ってます。キャプス隠れている隠れている。ワンダーがダイブに来いよということで誘っていますが、エフォートはやめました。ダイブを行いません SKT。 キャプスがミッドレーンから離れてトップレーンのカバー、それに対してミッドレーンをプッシュしているのはカーン、そしてボットレーンをプッシュしているのはパークスです。レクサイのポジションもワーディングで見えていますから、パークとしてはこのままタワー CG できますね。テレポートフェイカーが持ってはいます。これで使ったので一旦下がると、タワープレートは4枚獲得です。パークス、あと30秒でタワープレートがそして終わるアナウンスが流れました。ルーネエコーを完成したのはキャプスです。エッセンスリーバーこれリコールすればパークスは購入できるでしょう。できるでしょうね。そしていやただ SKT としてもその G2 のペースというのはある程度分かってきましたからね。今のところのトップレーン無理にいかないというところから見てもこのタイミングだと G2 狙ってくるだろうと、押し引きの判断というのが正確に行えるようになってきてますね。 SKT が試合の中で対応し始めていると、そう言えますね。となると G2 としてはちょっとテンポを変えたりだとかアクションの仕方を変えたりとか、しないとちょっと難しくなってきますか。そうなってくると思います。さらにはやはりそのワーディングというところで SKT が非常に視界のコントロール取れてますから、特にレーンの主導権を握っているカーンとフェイカーが対面のワンダーとキャプスよりも視界のコントロール取れているというところが数値からでも分かりますね。確かにそうですね。おっとただこれはエフォートのフラッシュの判断が早い。囲まれていましたエフォート、一つもキル取られないためにあ1キルがどれだけ重いか、序盤のよりがどれだけ重いかというのが徹底していますね SKT。 徹底しますね。ただ G2 もローテーションで負けていないようです。さあこれでミッドのアウタータワー獲得、 G2e スポーツローカルゴールドはしっかりとパークせ、少しでもクルーグの軽減値を取りたい。おっとボットレーンに4名います。 G2e スポーツそれに対して SKT ボットレーンに3名、3分4のポーズ。いやここすごいですね。いやボットレーンのインナータワーそのまま破壊成功は G2e スポーツ、なんと15分なんですが、ミッドレーンは放置しても問題ない。いやフェイカーまだミニオンを押し込めていません。ワンダーが対応しました。
なるほど、ワンダが2レーン対応しているわけですか。なのでこれでレネクトンとの CS はというところ広げられずに済んでますね。ここねやはりその15分過ぎてからタワー1本折られてからの G2 のマップのコントロールというところが素晴らしいですね。あの想像を超えるマクロをするんですよね。今のところもトップレーンのセカンドアーマーで押し込まれた、ヘラルドで使って押し込まれた後にかなり力を抑えてトップレーン押し込んでからボットに切り替えていく、そこまでしっかりとデザインされてましたね。その上でトップレーンレネクトンが放置してプッシュしているところは放置して、ミッドのファーストタワーをワンダーが守って、その間にワンダーはトップレーンのところで差がついた CS といったところをカバーする動きができてますね。何分後ぐらいまで想定しながら動いてると思いますか。先ほどは多分 2,3 分の先のことを考えてます。 2,3 分先って難しいんですよね。相当難しいですよね。展開ミスったら壊れますからね。でもそのレベルがワールズってことですよね。特に G2 は高いレベルで行えてますね。フェイカーもどうやらロッドオブエイジス、ただ購入したのはこの時間、完成までは26分あたりとなります。さあマウンテンドレイクです。 SKT が取れば2スタック、そして G2 スポーツも取れれば1スタック目となりますが、このマウンテンドレイクを餌にミッドレーンのアウタータワーを取るつもりか。いや仕掛けに行ったアーミンケックス、またフック当てる。さらには爆雷発射、クリットフラッシュアウトからのブリンクアウトで時間を稼ぎました。 CC チェインをできませんでした G2 スポーツ。トップレーンでの 1v1、 ワンダー VS カーン、カーンアルティメットオンゾーン、フックショットをボディで止めようとしますが、ここはうまく止められませんでした。フラッシュがありますがどうするか。アルティメットはまだ温存しているカーン。おっとマウンテンドレイクの前から G2 スポーツの面々が決めてトップレーンに行っている。ただそれでもカーンは 1v1 で仕掛けに行くが、ワンダーさばいた。そしてカーンがオールインしたのを見て G2 スポーツが集まってくるが、テレポートかそれでもリコールかどっちだ。テレポート届いた、止めたのはミキ X。 マウンテンドレイクと1キルのトレードになります。ただこれいいんですかレボルさん。どちらが得したんですかこの。いやさすがに SKT だと思いますけどね。そうですよね、結局この後カンは先ほどはセカンドアイテムで庄司の方向に行っていたんですが、この試合でもどうするかですね。ビルドを見るとタイタンハイドに行きそうなビルドになっています。となるとサイドレンド1対1というところがちょっと劣ってくる。でそこを実は容赦なくついていく形になると思いますね。ただライズとカイサがいる中でマウンテンドレイク2つですから、スニークバロンの警戒というところを実はまあできるという自信がなければこのトレードはしないですね、はい、それほどまでの自信があるからこそマウンテンドレイクを渡しても問題ない。ただどうでしょう、そのワンダーとの 1v1 を見越してですけれども、あのタイタンハイドラじゃなくて、もしですよカーンがその庄司のことラバナスハイドラを、作った場合というのはスプリットプッシュの 1v1 対決どうなるんでしょう。レネクトンが必ず勝ちますね。なるほど、その可能性はじゃあ十分にあると。十分あると思いますね。さらにはやはりテディのカイサーが今回はテレポートはないですけど、アルティメットでそういった 1v1 にそこに対して勧誘できるというアドバンテージもありますからね、うん。パークスセカンドアイテムインフィニティエッジではありません。今回はラッドファイヤーカノン、お互いサポートはもうマーキュリーブーツに変えています。もうモビリティブーツではなくて CC をどれだけ低減するかと、自分にいかに打たせるかということを意識してのアイテムビルドです。5対5ですね。おっとかなり際どいところでリコールや距離感というのが続いてはいますが、 SKT は下がりました。 G2 はまだ攻めたいようです。今レネクトンがボットのところのプッシュに対応がしていますから、この間 G2 としてはミッドに対してアプローチができると。問題はただ G2 がどうバロンをコントロールするかですよね。かなりやはり SKT 有利ですからね。テディもまだまだ完成すれば、はい、もうすでにこの時点で QE 進ができていると思いますから、ファイトというところ、さらにはバロンのコントロールというところも優れてますからね。まあ、一般的にはワードを置いてコントロールするんですよね。ただ発見ワードを置いても全体的に距離が遠ければ、すぐさま
この SKT の構成であれば相手が近づく前にバロンを取り切るというところも十分可能ですから、重要なのはリコールを把握されないということですね、実。ああはいはい。じゃあなるべく自陣にコントロールワードを置いた方がいいわけですか。そうですね。まああとはライズのアルティメットで長距離を移動できるというのもありますから、そういったね、やはり SKT が圧倒的に有利だと思いますね。ちょっとずっとからにそのバロンの反対側のポジションをヤンコスが取っていると、はい、いうところは面白いですが、ミッドからボットも、ブッシュに潜んではいましたが、さすがに体を出しましたヤンコス。ピックオフを狙っているような動きだったようです。あー触りました。このタイミングで触る。エフォートがレベル8で単行しています。さあバロン残り7000、ただ気づいているのは G2 スポーツ、ただ決行しているのは SKT。 どうする、もう3000になった、残り3000、ただ止めて反転を狙っているのは SKT。 エフォートの体力が低いと見てミキ X が仕掛けて、バークライアージャー2万ノックアップを決めて1キル獲得、 G2 スポーツ。さらにはテレポート、イグナイトのドットダメージではデッドしません。ミキ X 1キル獲得、 G2 スポーツです。 SKT はヤンコスをリスペクトしすぎましたかね。ラッシュしても取れた距離感だったんですが、見えなかった、視界がなかった、そこが大きかったですね。さらにはミッドのアウタータワー獲得、 G2 スポーツ。テレポートは罠に使わせましたね。そうですね、ただ駆け引きで上回ったと言えるでしょう。リプレイです。ヤンコスの位置がずっと分かってなかったんですが、ラッシュすればいいんですけど見えていないのでラッシュする判断ができないと。さらにはなんといっても相手に折り穴がいますからね。まあ、ずっと体を隠してたのが功を奏しました。そしてワンダに対してこれはフェイカーが仕掛ける、ワーポータルからヘクステックアルティメイターまで、いや完璧ワーサス 1v1 ですが、そこにテレポートでやってきた。キャップスに CC で何もさせません。エフォートのレオナアルティメットのタイミング完璧でしたね。2キル獲得、 SKT もうこれはバロンラッシュというところも行えると思いますけど、テレポート、これは誰のテレポートだ。フェイカーのテレポート、ヤンコスがそしてそれに気づいていない、視界がないのでスキルが打てませんでした。すぐさまヤンコスフラッシュアウト、フェイカーただフラッシュイン、見えない、ブッシュの中スキルが打てませんでした。フェイカー、いやーヤンコス救われましたが、バロンラッシュ SKT 今のところでヤンコスの体力削りましたから、スティールされずに取れますね。これはもう G2 スポーツ諦めました。 SKT やはりマウンテンドレイク2つは早い、バロン獲得です。それに対して G2 スポーツはクラウドドレイク獲得になるでしょう。一気にゲームが動きました。レボロさん、これで SKT が確実に有利を握ったと言えますね。今のエフォートの難しいところですけど、レオナアルティメント完璧でしたね。さらにはキャプスがゴーストにしたままだったと思うんですよね。クレンズに戻してなかったので、はい、ここのテレポート後の CC チェーンに対して対応が取れませんでしたね。パーフェクトですね。パーフェクトですね。あいやこれあれですね、解放の魔導書でサマナースペル使った場合、元のサマナースペルを使用できるまで若干ですけど、そうなんですよね、時間が15秒ほど確かかかると、はい、それでクレンズが使用できなかったと。そうなりますね。悪夢の15秒ですね、キャップスからすると。テレポートにしてましたからね。そして SKT としては揺さぶりをかけながらミッドのファーストタワー破壊してセカンドターンまで取りに行きたいですね。レッドゲーム強い構成ですから、焦らず着実に有利を広げていく形になると思いますね。ワープポータル、なんでしょう、実位スポーツがやったことを SKT もやってますが、ショックウェブ2人、そして爆弾発射、またしてもエフォートを狙いに行く。ミキ X のキル、そしてストップウォッチが切れたタイミングでの怒り投げ、ただカンはダメージは足りないと思ってキャップスが、いやただここがしっかりと垂らせました。さあブラッシュインから、そしてまだ集団戦が続きますが、パークスアルティメットからのバースト、4キル獲得、G2 スポーツです。テディが多分今大会初めてカイサのアルティメットの入り方間違えましたね。パークスが見えていないのに、パークスの目の前にアルティメットで自身の体を出してしまいました。いやただ本当にわずかずれたんですよ。ライズのアルティメットをミニを運ぶために使ったことによってフェイカーがあのファイトに到達するのが遅れてしまう、その瞬間の判断を逃さずにエンゲージしたミキ X、 そしてヤンコス、凄まじかったですね。キャップスがただ起点でしたね。起点でしたね。ここで
レオナのアルティメットもない。ファイトができる。ここでいや見えてはいたんですか。ただ早野のアルティメットがある中で入ってしまいましたからね。いやあとはブッシュにワードもなかったのでブッシュの中に入っていないとオートアタックできないと。コントロールワード自体は置けてはいたんですが、あとはまあザヤのアルティメットの打ち方も素晴らしかったですね。あれでは後から合流したフェイカーも前に行けませんから。行けないですね。前に行った間をそのまま倒されてしまいましたからね。クリットでしたか。あ、そうですそうです、クリットですね。そしてこれ取り返しましたね。はい、バロンパワープレイがなんとあと7秒でバロンが終わります。プラスマイナスになりますか。プラス9ゴールドです、バロンパワープレイ。バロン取っただけで1500ゴールド入るはずなんですが、まあなので赤字ですよね。赤字ですね。ミッドのファースターも破壊できてないですから。いや、ただ SKT としては焦ってますかね。ちょっと焦りが感じられましたかね。ミッドのファースターを取りたいというところで。ああいったプレーはあんなリスクを取るようなプレーというのはあまりしないチームなんですけれども、それに対してやはりそのオリアナが、おっとまたこちら一人になってる。レフォート、キャップスが、まあ、怖いと完成しましたからパースパックを迎えています。ここからがやはり G2 としては集団戦強い時間帯ですね。ネクスト1分でマウンテンドレイク。さあキャップスが強い時間。一方の SKT としてはレネクトンライズがやはり超人の矛、そしてライズがパースパイク迎えているというところもありますから、はい、最多の1対1が強い構成になっています。ただそれをフェイカーがトップレーンで行ってますが、 G2 スポーツは無視ですね。キャップスまで寄せてボットレーンのインヒビタータワーの攻防に、いやなんなら5人で行く。そしてタワーダイブをして川野大陸大きく削った。これでインヒビタータワーが取れる。インヒビターも取れるんじゃないか。無理はしませんね。ライズがトップレーンから消えましたから。さすがに下がりましたが、カーンの回復を待っている間にインヒビターが殴れていればというようなシーンですが、 SKT もさすがにここは渡しません。いやーパークスギリギリのところ通ってますけど、ちゃんとリスクテイクして、リスクヘッジしてますね。そしてマウンテンドレイク取るためのポジションのアドバンテージが作れています。これは確実に G2 が取りそうですが、 SKT これエフォートがリコールに入っています。まあ3スタックはおかしな速度になりますからね。バロン渡せませんね。そして SKT でも2スタックあります。2スタックだけでも十分早いです。早いですね。無理はしませんね。一進一退の攻防が続いて28分30秒経過。グローバルゴールドの差は全くありません。集団戦で強い G2、 そして1-3-1で強い SKT という構図です。決して SKT の構成も集団戦が弱いわけではないですが、はい、1-3-1 の方がソロレーナの強さというところを押し出せますね。おっとパークス1人だったんですが、 SKT 狙っていましたがここは無理と判断です。この後どこに注目してみたら、おっとおっとおっ おっとヒヤッとするような場面ですが、お互いヒヤッとしてましたね。そうですね、SKT も G2 もお互いおっとっとっとというようなお見合い状態になっていました。 SKT はやはりその 1-3-1 の強さを押し出すためにサイドに対してテレポート上がってるカンとフェイカーを送り出したいはずなんですが、送り出せない。ボットは確かに SKT プッシュウェーブ作れています。ただ遅いですからね、それが。ただマウンテンドレイク一つあれば G2 もこれバロンラッシュ早いですよね。早いですね。ヤンコス面白いし、水柱を選択しているのでかなり移動速度が速い。そしてミッドレーンの主導権をお互い譲りません。ただボイルシーカーかなりいいダメージが出始めています。 AP ビルドですからね。ただパークとしてはライフスティールで体力を回復しようとしてますね。レリックの回復よりももうライフスティールの方が高いですから、こういう時悩みますよね。 ADC にオートアタックさせるか、レリック発動するか。さあ触った、
勝負の仕掛けどころ SKT。 ただワードは置いてあります。 G2 e スポーツボットレにはワンダーがいる。さあ 5v4 テレポートを使った。そしてフックは避けたのフェイカー、フラッシュアウト、そしてバグライ発射。ただバロン獲得は SKT、 そこからの集団戦になっている。ワンダーのフックショットは奥に入ってきた。これはテリーを捕まえに行く動き。そしてキャップス、かなり体力が低いですが生き残っています。そしてワンダーがテリーをしっかり止めたことによってなんとキル獲得の G2 e スポーツ。カーンは下がる動き、ただそれでも相打ちだった。フェイカー 1v3 でも戦えるような体力になっています。 G2 はこれは追撃を諦めました。 4-2 トレード、4キル獲得、 G2 e スポーツ。ミッドセカンドターンに対してバクター残っていますから、そのまま取れますね。ボットインヒビターは渡さないようにしちゃいますけど、フェイカーとテディがちょっと離れていて、テディだけ単独で入ってしまうような集団戦になってしまいましたね。さあインヒビターまではただ行きませんでした。リプレイです。ここでフェイカーをフラッシュアウトで避けたというところが素晴らしかったですね。このただライズのフラッシュがなくなったことによって、その後のファイトでライズが集団戦参加できませんでした。エフォートもスキューショットを当てることができていない。ここでテディが入っていったんですけど、ワンダーが後から入ってくるところは分かっていなかったので、一人完全に浮いてしまいましたね。フラッシュがあればフェイカー確かにこれに合わせられていたと。合わせられてましたね。ライズのダメージこれだけ出ますから、集団戦参加できていれば展開は違っていましたね。さあミッドのアウタータワー獲得、 SKT。ただバロンバフは SKT が持っています。残っているのはただフェイカーのみです。 SKT としてはやはりテディのゾーニアが上がるまではファイトはできないですね。ただまあここから狙えるオブジェクト、 G2 側が狙えるオブジェクトというところがあまりないので、ええ、SKT としてはまずは落ち着いてレーンのコントロールを取っていく、そういった段階になってますね。あとはできればカンのゾーニャが欲しいですね。カンのゾーニャ、あ、ガーディアンエンジェル、ガーディアンエンジェルが欲しいですね。おっと強引にストップウォッチが3つあります。 G2 スポーツトップ、ジャングル、ミッドが G2 スポーツ持ってる。ワンダーのダメージがとても高い。エフォートを捕まえてソーラーフリアを打ったものの、フェザーストームパークスに対してフルフォーカスで入れていくか。いや、カンが狙っているのはキャップスだった。ただキャップス、ストップウォッチ、その間にパークスはスーパーダメージを出している。キャップスはおとり、そしてパークス、トリプルキルはパークス。ただテディであればテディが生き残っているのでネクサスは割れることはないでしょうが、2インヒビター獲得は G2 になりそうです。パークスを狙うかと思った SKT でしたが、まだ W がありますよ。ここはヤンコスに対してスキルを打ちましたが、パークスボディブロック、ただもう上がるはずだ。ワンダーのダメージ、そしてパークスのダメージ、体力が一気に低くなった。デニー、これでは一旦下がらざるを得ない。そしてその間にネクサスターを2本、 G2 スポーツそのままネクサスを狙っている。さらにはコクエボートを止めている。あー、そしてパークスのバーストによってテリーを倒しました。 まさかそのままのエクサスを破壊。シーソーゲーム3ゲーム目、制したのは G2 e スポーツです。勝つんですか。すごい逆転劇でした。いや、普通僕の言ったこと間違ったのかな。いや、あの瞬間 G2 が狙いオブジェクトはなかったはずなんですけどね。って言いましたよね。だから私ちょっと落ち着いて水飲もうとしてたんですけれども、僕も落ち着いて、あのカイサのゾーニャが上がるまでは、戦わないはずだったのが、グッとミッドレーンのプレッシャーをかけて、だからこそライズフェイカーもボットを安心してプッシュしてたわけですよ。一瞬の隙でしたね。いや、でも言った瞬間に私アイテム欄チェックしたんですよ。ストップウォッチ3つ持ってたんですよ。ああ、なるほど。はい、僕はその SKT の方のアイテム欄ばかり見てましたね。ああ、本当ですか。ああ、会社のゾーニャが上がって、あとはレネクトンのガーディアンエンジェルができればもう確実に SKT はファイトで先ほどのとは展開違って勝てるなと思っていたんですけど、あのワンダー、ヤンコス、キャップスがストップウォッチ持ってました。いや、しかもキャップスをおとりにパークスにダメージを出させる。でもカンもちょっと最後面白かったですよね。面白かったですね。あの裏から入っていってパークスの方に行けるはずだったんですけど、ちょっと一度キャップスの方に入って揺さぶりをかけてましたよね。
いやしかしあまりの衝撃でですね、まだレボルさんが整理ができてないですね。そう、頭がまだね整理できてなくて今ちょっと喋れないような、まあそれほどすごい試合だったということなんですけれども、 SKT がその G2 のその、テンポといったところに慣れ始めていて、仕掛けをうまくいなしているシーンというのが結構目立ったようにも思いました。ただ G2 としてはそのマクロの動き、次のオブジェクトを狙うその戦略眼の高さというところが常に光っていて、最後はそこがハマったのかなという感じがしますね。ここまで SKT がそのスノーボールできない試合というのもまあないですよ。ないですね。細かなアドバンテージを重ねていく、まあ、LCK スタイルとかコリアンスタイルとか言われているところの体現者ですからね、 SKT は、まさにそういったエッセンスが全て詰まったチーム、実践できるチームがお前そのアドバンテージを全く重ねることができない、これがどれだけ異常なことかですよ。 G2 がちょっと凄まじいですね。15分までに1500ゴールドの有利があれば SKT は勝率 80% オーバーだとデータで言われてるんですよ。13分の段階で1500ゴールドの有利があるんです。しかし見ても分かる通り、もう全くそのスノーボールといったところはできない、なだらかなゴールドディファレンスになっているところは開始3分ぐらいだけですからね、はい、ちょっと SKT このテンポをどうコントロールするか。あと気になっているのがそのレボルさんがおっしゃっていたその G2 スポーツがレート寄りであると、一方の SKT はアーリーゲーム寄りにしているということで、アーリーゲームでただ有利を作りきれない状態がずっと続いているじゃないですか。それに対してレートゲーム構成のその強みを生かして最後の最後でパワーで押し通すみたいな集団戦を起こして勝っていく G2 みたいなスタイルをちょっと続けてますよね。しかもその2戦、先ほどまでの試合とは打って変わって G2 は1-3-1ではなくて1-4の形だったり、SKT の1-3-1の実践しようとしたタイミングでちょっと薄くなっている部分を突き通して貫き通して勝っているというところで、また G2 スタイルが違うんですよね。サイドの 1v1 のところで勝っていくのではなくて 5-2 集団戦を作り出す能力といったところができている、特に中盤以降できている。そこを SKT がちょっとやはりそこでスタイルが変わったことによって守りきれなかった部分はあると思うんですけど、その G2 の強さがちょっと目立つ戦いがずっと続いているところが気になりますよね。やはりいや次のゲームで決まるのか、それとも SKT が1本返して5ゲーム目まで行くのか、まあ、非常に楽しみですけれども、ここでインターバルです。それでは一旦失礼いたします。